初紹介してた番組だよね。私も見た。面白かったよ。本当ですか？ありがとうございます。私も改めてオンエアを見たのですが、皆さんそれぞれに自分の使命を果たしていて素晴らしかったです。特にひなさんと千里さんが大活躍でした。まさに武士道です。武士道？はい、あのお二人は仲間のために道を切り開いてくれたのです。すごい、それは武士道だね。私もお二人を見習ってもっともっと精進しなければなりません。そのためにはまず自分のお仕事と一つ一つ丁寧に向き合っていこうと思います。明日のラジオは今まで以上に気合を入れて臨みますよ。イブのラジオ面白いよね。私大好き。ラジオパーソナリティとして光栄です。パーソナリティ？番組などの司会進行をする人のことです。そうなんだ。そういえば父ちゃんが言ってたよ、司会ってすっごく難しいんだよね。確かその場の流れをコントロールしないといけないって。そんな難しいことやってるなんてイブチンすごいな。いえ、私もまだまだ修行の身。もっと番組が盛り上がるように精進しないといけません。それなら練習しようよ。私たちも協力するから。賛成。それじゃクイズ番組で練習しよう。はぐみ、前からクイズ番組で答えてみたかったんだ。イブチンが司会で、はぐみとおたえがゲストね。はぐみさん、たえさん、ありがとうございます。誠心誠意頑張ります。それでは、コン。毎週ゲスト2人が早押しクイズでしのぎを削る若宮イブのクイズで候。本日も押してまいります。イエーイ。本日のゲストはこちらのお二人です。ご挨拶をお願いします。花園大です。好きなものはハンバーグです。北沢はぐみです。好きなものはコロッケです。そして司会の若宮イブです。好きなものはジンジャークッキーです。よろしくお願いします。それでは第1問。そうですね、では今日の私のお弁当は何でしょう。はい、ハンバーグ。残念、違います。わかった、コロッケ。むむ、外れです。チーズ入りハンバーグ。ブブーです。カレーコロッケ。違います。思ったより難問だね。ヒントをください。ヒントはですね、パンで挟んであるものです。ハンバーガー。コロッケパン。お二人ともハンバーグとコロッケから離れてください。どっちも外れです。パンに挟む？もう、サンドイッチでした。そっちか。やったー、イブチンのヒントのおかげだよ。面白かったね。イブチンのクイズ番組すっごく盛り上がりそう。実際の司会はもっともっと難しいと思いますが、私もとても楽しかったです。お弁当の話してたらなんかお腹空いてきちゃった。早くお昼にならないかな。サンドイッチたくさん作ってきたので、よかったらはぐみさんとたえさんも食べてください。いいの？やったー。ポピパのみんなも誘っていい？もちろんです。みんなで食べましょう。